静かなお店なんでちっちゃい声で喋りたいと思いますけども、パイナップルマンゴーティーかなっていうのを頼んだんですけど、これものすごい美味しい。結構甘いんだけど、パインの果肉とかがそのまま入ってる。香りもいいし、でこう飴とかを溶かしてね、飴っていう感じの香りがしてとてもいい感じ、美味しい。アンティーク風にしてる新しいお店かもしれないんだけど、すごいお店の雰囲気が良くていい店です。あと店員の女の子がとても可愛い。すごいなこれ。 B4 味を抜けて今ちょっと離れたところに、なんかね、2019年の方かな、台湾ミシュランに乗った店があるということで、ちょっとそこに行ってみたいなと思います。あそこ何人かおじさんが立ってるとこあるけど、あれかな、これか、あ、ここだ。すごいな、渋い。ニーハオ、我要这个。OK。没有。谢谢。你在。小巴长途军，还是很多的呢。できました。豚を揚げたものを一口大にしてものだと思います。そのままで食べてみます。ん、甘い。脂身も結構あるけど、なんですごい甘いぞこれ。揚げてあるところちゃんと食べてみます。あ、これ美味しい。あんまり辛みとか塩辛さとかあんまりない感じかな。豚肉がめちゃめちゃ甘い。脂身も結構あるけど、そんなにしつこい脂じゃないの。このタレは何だろう。バーベキューソースみたいな味すんな。おいしい。こっちはね、ちょっとね、日本とかでもちょっと食べたことあるようなバーベキューの味。こっちは台湾ならではじゃない。ちょっとフルーティーな感じするな。美味しい。最後の一口ごちそうさまでした。ってとこだった気がするけど、今日はお休みなんだ。何やってないんですね。残念。ちょっと明日夜から寄ってみようかな。あれ、ここかな、来たかったところ。
海鮮系の屋台がたくさんあって、そこのフードをここに持ってきて食べることができるのかもしれないですけど、とりあえずね、このシラスが乗ったチャーハン、揚げシラスかなが乗ったチャーハンが割と一番有名らしいので、ここでいただきたいと思います。結構ボリュームあるな。うん、美味しい。昔ながらの素朴なチャーハンって感じ。卵とネギもちょっとしか多分入ってなくて、素朴なチャーハンだね。春巻きみたいなのあったことないかな。ネギと鶏肉、唐揚げみたいなのが巻いてあるのかもしれない。ネギっていうか玉ねぎっぽいな、これ。玉ねぎと鶏肉を春巻きの皮で巻いて唐揚げにしたみたいな感じか。チャーハンは割とシンプルな味付けだから、これ一緒に食べるのはやっぱありかもしれない。ちょうどいいバランスになってる。うん、美味しいな。若干味変したい気持ちもあるけど、ごちそうさまでした。フルーツ頼んでみた。結構ボリュームあるな。いただきます。なんだろう、スイカ、なんだこれ、梨。甘くはない、若干酸味がある。栗っぽい。パッションフルーツか。パッションフルーツなんか結構黒いね。うまい、おいしい。で、イチジクかな。甘い。で、これメロンね。あ、メロン2種類あるの。甘っ。ここまでと全然違う。ダントツで甘いんだから。パイナップル。結構量あるな。甘い。メロン特に甘い。最後の方、いただきます。